伊藤です。オズワルドの畑中です。えー、毎週木曜日のこの時間は水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロをお送りしていますが、今週はお笑いラジオスターウィークということで、僕たちオズワルドが生放送でお送りしています。はい、言えました。噛まずに、ね、まずは、貼った間が入ってなかったぞ、今。<laughs> <laughs> まあまあ、そんなことはありますよ、だって。初めてなわけです、ね、で機材がとにかくよ、お200倍ぐらいあるよ、詰まってるやつ、ね、いやー、すごいですね。いや、恐ろしいことですよ。まあまあ、いろいろ。 ちょっと、感慨深いですよね。嬉しい。嬉しいって聞いてくるの、お前。嬉しい嬉しいだろ、お前もだって。嬉しそうだね。ちょっと一回出たことあるみたいな感じでさ、お前はいや、あのね、この僕らの始まる前にね、聞いていただいた方の、ナイナイさんの、そう。俺と日本、ちょっとね、後半10分くらい出させてもらって。うん。後半ってか、ま、さ、にエンディングね。うん、もう、初ナイナイさんだからね。いや、そうなのよ。だから、もう、 ナイティーナインなのよ。俺たちからすると。ナイナイさんっていうか。もうナイティーナインだナイティーナインだっていう感じなんだよね。うだっていうね。昨日、ね。うん。あの、会わせてもらってナイナイさんに。そうね。うん。ちょっと、すごかったな。ナイナイすぎたな、本当に。ねここまでナイナイかと思ったね、ちょっと。聞いてはいたけどね。聞いてはいた聞いてはいたんだけど、ちょっと話違うよってぐらいナイナイだったの、昨日、本当に。で、ちょっと、 やっぱ10分とはいえさ、なんかちょっと記憶に残りたいじゃんか、やっぱり。まあね。うん。僕らのことなのか全く知らない人が聞いてるわけですから。そうそうそう。だから、もう、なんつうの、自己紹介がてらというかさ、なんかその、小粋なトークでもしたかったんだけど、まあ、梅干しの話しかしてないの、昨日。まあね、梅干し終わりで入ったから。そうそう。梅干しスタートになっちゃうそれ。で、天神様ってね、梅干しの中に、まあ、内々さんの俺と日本の最後で話してた話なんですけども。 梅干しの種の中にある。種をね、割ると、実はもう一個。もう一個出て食べれる部分がね、あるっていう話。で、その中に入ってんのが天神様。それ知らなかった。って言うんだって。天神様って言うんだ。そうそう。で、俺母ちゃんに確認したんだけどね。全く記憶にないって、その天神様とか言った記憶がないって。でも俺ちょっと携帯で調べたら、天神様って言うらしいよ。合ってるやっぱ。あ、よかった。いきなり嘘つきになる。ありがたい奴らしいよ。でも、最後のさ、 ちょっと、終わりかけぐらいの時にめちゃめちゃ、ナイナイさんがもう、煽ってくれたというか、なんか。ねもう期待されてるってことやで。試されてますこやめてやめて、そんな言い方するの。そうそうそう。こっちはビビり倒してんだから。そうだ、でも本当に実際さ、その川上さん、川上ディレクターが、本当にご了承で入れてくれたというか。ね。これはちょっと、我々次第では、 川上さん、大変なことになる可能性もあるから。<laughs> もう二度と姿は見れないから。見れない可能性もあるから、それもちょっと、頑張らない <laughs>、うん、なとか、ね。いつも、その、うん、YouTube でね、うん。オザルドニューラジオつって、ニューヨークさんがニューラジオっていうのを始めて、なんか。うん そのグループに。オールナイト日本形式で YouTube で芸人のラジオをこう帯でやろうみたいなね。ねや、らしてもらってるんですけどね。うん、そのノリで言ったらもう大変なことになるからね、うん。いやもうでもね、むずすぎるってこれ。<laughs> いや、わかるリハーみたいなね、したんだけど、<laughs> うん、この下手進行みたいなさ、<う>なか多いんだよ、とにかく。まスすがちょっと多すぎて。これでざっくり見ただけです。うん 本当きっかけがね、70個あんのよ。<laughs> 70個はないけど、<laughs> 普段ね、僕ら YouTube でやってるなんて、もう、1>, そうそう1しかないもんね、きっかけが、ね、ないないない。止め、止めないし、まず。うん、じゃこれがちょっとね、ね途中途中でつまずいたりすると思うんですけど。けね、恐ろしいというか。はい。これもご愛嬌でちょっと言ってほしいですよね。ね梅干しがありますけど。梅干しですかうん。用意してくれたみたいで。出す,ます出す天神様。 いや、出してもいいけどさ、その、俺も考えたのよ。その、俺らの時に天神様の話したし、こうわって、あの、中の天神様食べるみたいなの内々さんと話したし、せっかくって思ったんだけどさ、ちょっとそんな時間もったいないのよ。いやいやいや。天神様とか出してる場合じゃねえんだって、お前だってもう5分くらい経ってんだよ、だって。いや、もう一回出してみようよ。ここまで来たら。食ういや、ちょっと終われんのお前だって、お前歯終わってんじゃん、だって。いや歯は大丈夫。俺ここが いや、もう一人一個出そう。いや、いいけど、天神様まで行くってこと俺一個食うじゃん。うん。見えもしねえらいしくてよ、今。ちょっと、待って。うん。うん。あ、甘いね、ちょっと。今、種まで行った。あ、うまい。カウい。ーイ。慣れてるから、俺。あ無理かも。嘘。これだろ そうそれ剥いたら白いんだよね剥かないよお前これこれこか来ちゃういつうんきたねえ名前それなんかあ出た出たああでもそうそうこんな味だったわあすごいうん硬いんだ硬いあ美味しいでもなんか思ってたら美味しいなすごいあの梅の 香りのいい部分というか。うん。じゃ、格だからな、面白い、これが。さ、出したということでね。いや、だからもう絶対食わなくて天神様を出したところでね。うん。まあ始まりましたけども。はいはい。うん。なんだ、そんな。いや、もう、秋ですよね。えうん。うん。急に秋じゃない今日。今日から。ああ、まあまあ涼しくなってきたなと思って、今日ちょっと寒かったもんね。ね。確かに。でも長袖初めて着てさ。うん。 なんかその、え、前期着てた服とか着の、ちょっと恥ずかしくない前期っての、去年去年。うん、あ、去年俺こんなん着てたんだ、平気でっていう。<ー>なんかその、久しぶりに会う感じが、もう服見知りというかさ。うん,うん。あ、俺これ平気でやってたんだ、この服で、みたいな。うん,うん。まあ、ななそう今日、久しぶりにこう、長袖着て。うん。あー、秋が来たなぁ、と思ってさ。うん。でね、そのー、 季節のさ、趣きというか、その昔で言う、清少納言の枕の宗子みたいなね。春は曙とか。あるね。夏はなんだっけ夏は夜か。夏は夜。夏は夜だっけホタルが飛んでく様もなんか、いておかしみたいなね。秋は夕暮れとか。冬は、忘れちゃったけどね。なんかその各々季節の情緒みたいなのをさ、 これ、あれ、もう、めちゃくちゃ昔の話だから、うん、これがもう現代にね、うん、なった時に、やっぱ現代なりの、趣きみたいなのがあるんじゃないかなと思って、その季節、季節で。うん、まあね。うん、<laughs> 俺、冬はボイラーだと思ってんだけど。ああ、確かにちょっと、ね、匂いとかもあるボイラーそうそうそう冬のボイラー,イラーの、うん お風呂を沸かす匂いみたいな。ああ、なんかか、母ちゃん思い出すねいそうそうそう。家族が、こう、お風呂これから入るんだな、みたいな。そんなん全部あるんじゃないかなと思ったんだよ。ああ、なるほどな。春は何だと思うあ、の、今日じゃなきゃダメか、それ。いやいや、もうやっぱ季節をね、感じて、やっぱラジオってやっぱ。いやいや、あの、天気がオールナイト日本なのよ。いやいや、ま、一回その季節の話。いや、天気の、さあ、なんかまず、まず、俺らのさ、その、オズワルドって誰みたいな状態なのにさ、 春は何だと思うとか言われても。いや、一回ちょっとね、気になってるからやっぱ。え、ど、何がいや、気になってるからやっぱって。春は何だろうなってもう思っちゃってるから。みんなが。春はだって明け物でしょ昔はね。今だったらってこと今だったら。え、これも春か秋刀決めるまでやめない気この話。ま、一応ね、それ言うまでは。いや、決めよう早く。春は。タイトルコールいけないかなと思って。キャンディーズ、キャンディーズ、春はじゃ。いやいやいや、もっとだからその、ボイラーってやっぱ機械で言ってるから。うん。 で、ボイラー、今はボイラーなの冬はじゃあボイラー。ボイラー。でいい冬はボイラー。やめて後で、なんかやっぱやめたとか言わないで。ボイラーかな、本当に。いや、もうボイラーでいいよ、冬は。春だけ決めてくれ、早く。春なんだと思う春なんてなんだよやっぱ、あれかな、その新卒とかさ。うん。その、新生活新社会人がいるから。だ車とか買うじゃん。うん。新車。ワゴンある。うん、ワゴンある。春はワゴンある。春はワゴンある。 ワゴン R の。今、うんまま、大丈夫今、4分の2、なんか機械に行かれてるけどなんか、重とかっていう若葉マークをつけたワゴン R が、うん、なかなか駐車場に駐車できない姿も、うん、また、ね、おかしいとかね、うん。そのね、もう、その、うん、ワゴン R の後の、うん、その分もやっていくのまあまあ、だから今春終わったから、あと夏と秋が残ってるけど。どうする夏は夜にしちゃう 夏は夜、秋は。こまで来て、そんな大透かししたくないしだな、か秋は夕暮れにしようか。じゃあ、いやいや、じゃあでも、ちょっと。春はワゴンワール。夏は夜。夏は夜。秋は夕暮れ、冬はボイラー。決定で。決まりましたんで、夕焼無事決まりましたので、安心してください。もうここれはね、令和の。あれですね。 枕の奏司ですね。はい、令和の枕の奏司、<laughs> ままね、オズワルドです。お願いします。はい、お願いします。はいまあ、自己紹介とか、ま、多分もう聞いてくれてる方はほとんど、うど、うん、どうなんだろうな。知らない、聞、聞いたことあるか、知らないか,かな全く知らずに聞いてる方もいるかもしれないね。ね。だって、オールナイトニッポンを聞いてるからといって、M1 見てるかって言ったらそんなことないでしょ。うん、<分>ま、全然ね、別のなんでね。うん、一応、その去年のね、M1、うん、グランプリ2019、 の、えぇ、ー、決勝の方出させてもらってまして。はい、えー、まあ主なテレビ出演といったら、うんうん、以上ですね。そうですね、はいその。で、ちょろちょろ出させてもらってるんですけど、うん、その、なんていうんですかね。お大舞台っていうと他の番組に失礼ですけど。まあそのね、ゴールデンの番組とかは、うん。そんなに、うん、そんなに。ゴールデンは確かに。うん。ないかもしれないですね。そうそうだから、この、一応、お笑い、 スターウィークラジオスターウィークでしたっけラジオスターって言われてるんだよ。我々がでしょう YouTube でラジオ風のやつしかやってないの。あとやってるって言ったら、あの、吉本5時6時ラジオだけだから。あるんですよ。吉本5時6時ラジオっていうね。神奈川の。神奈川玉プラザにある。その、半径50メーターぐらいの団地の人しか聞けないぐらいのラジオがあるんです子供が目の前で遊んでる。まあそれぐらいですか、ラジオって言ったら。だからそっから選ばれたのかとかね。いや、 すごいメンツの中にさ、うん、俺この川上さんって人、ど、うん、どういう人なんだろうって思って、やっぱ、ものすごいさ、小柄な女性というかなんか、なんか意外と、だから、おとなしい人ほどなんか攻撃的な人が多いんだなって思う。かなりの攻めだからね、だから。うん、いや、かなりの攻めよ。だってメンツ、いかついよな、うん。いかついかつい。ねだって、オールナト日本の方は、もう、それこそもう言わずと知れた方々ばかりですし、うん ゼロの方も、ね、誰だフワちゃん、フワちゃんさんフワちゃんさんになる。もうお前、フワちゃんにんつけたら負けだよ、もうフワちゃん。フワちゃん後輩でしょ、でも。後輩なのか。うん。フワちゃんとか、マジカルラリーさんね。フワんとか、コント村さんとかね。コント村さん。コント村にんつけたら終わりだよ。コント村。 いや、ゾフィーさんとからわかるけど。花子さんとかね。あ、すいません、あれ全然。コント村さんって言ってるもんね。あ、だって明日霜降振りさんだし。で、アンガールズさんだし、その次の日の。ね、アンガールズさんってオールナイト日本ゼロなんだよゼロなんだね。うん。そうそう。この中に、パンってこうやっぱオズワルドが入ってるのを見るとね、やっぱり。感慨深いですね。感慨深いですし、大いいのか、本当にってとこもありますしね。うん。うん。 ありがたいですまあでもね、やっちゃった以上はね。うん。もう誰も文句ない。すごい、あれだね、なんか、慣れてるね。えもうなんか、本ゼロになんか。いやいや、慣れてるね。いつになんか落ち着いてるとかなんか、どうしたの今日は。もうしょうがないから、もうこれは。やるしかないから。まあ無理くり来させられてる感じだし来ちゃったんだからって。まあそうね。来ちゃったら楽しむでしかないですからね。楽しむでしか。ありがとうございます。すいません。なんかこう、M1 とかと違う感覚だよね。なんか、M1 ってさ、やっぱなんか、 もうね、もう仕上げたネタを。もうだし、だなんかその勝ち負けが出るからさ、うん、俺勝ち負け出るのってすごい緊張したんでなんか。あ、M1 のが緊張するってこと M1 のが緊張はする。うん、でもその、なんつうの、ワクワク感で言ったら全く同じぐらい、本当に。ベクトル違うけど。M1、うん、の緊張したでしょ、だって。いや、M1 はするよ、そりゃ。え ?M1 はするよ。M1 な。うん。そうそう今もしてるし。M1 で。 M1 で、で緊張してる、今も。今、現時時期だからね、もう、そうなんですよ。だからまあ、今年も、まもなく。うん。まもなくてかも、始まってますけど、ね僕らは一応ね、2回戦からなんでね。一応、シードした方が一気にもね。うん。ぐらいですかね。あとはまあ、そうね。うん。自分らを紹介するってなった時、なんて言ったらいいかわかんないんだから。M1。だから情報がさ、なさすぎるんだよね、きっと。そうそうそう。なん、なんだ、こいつらはと。 その、だらだらとね、その取り組みの話をしてるけども、やる気があるのかやるめちゃめちゃやる気はね、あるんですけど、なんか伝わりにくいですよね、やる気がめちゃくちゃ嫌いな人いると思うよ、この感じ。ああ、わかるわかる。ねましては知らねえやつだしうん。うん。勘弁してよって人もいると思うよ。うん、いるいるででも聞いちゃうんだよな、そういう人も。ありがとう。ありがとうね。うん、ありがいす。聞いてくれてありがとうね。そういう人もね。 そうです。自己紹介つってもまあ、したところでってとこもあるからね。ねこれ聞いてもらって、それが自己紹介代わりみたいな。これがもう今日名刺としてね、使わせてもらえたらと思いますよ、それは。ちょっとね、あの、タイトルコール、あるでしょ。ね、そう言うんだよ、これみんな。そう、これをね、もう、早く言いたいのよ。なるほどね。あ、もう、始めちゃいたいところ。まず始めちゃいたいところがあんだでもね、昨日とかも俺、あの、 漫才サミットの方々のね、あの、聞いてたけど、やっぱその30分くらい喋ってから、あ、ルコの頃言ってなかったね、みたいな。あ、言ってなかったみたいな。かるかる。あれかっこよかった。かっこいい、かっこいい俺も、ちょっと喋ってから行きたいなと思って、時計見たら、まだ15分いや、まだ15分っていうか、俺もやっぱこれ、 おいう憧れみたいなのすごいじゃん、なんか。そうね。うん。流れでしょ流れってそうそう。だからこれ言ったら別に後でいくらでも喋れるからさ。これ先に。言っちゃうのえ ?15 分しか経ってないよ。嘘いや、別に15分しか経ってないとかいいんじゃない体感でも15分くらいだし。あ、そう。普通に。うん。え、まだ言いたくないタピオカの話とかするいや、行けんなら行けよ。聞かせてごらんよ。ちょっといや別にないんだけど。うん。いや、そのタピオカ屋とかさ、続々の閉店、 してるみたいなのあるじゃん。今そのブームが一回去ってね。もうちょっと閉まってる店が多いとかね。あんなに流行ってたじゃん。まあね。去年とかね。で、みんな美味しい美味しいつってタピオカを飲んで片手にね。街を街歩いてたのに。その、ブームが終わってなくなるっていうのはさ、そのタピオカめちゃくちゃ好きだった人は大丈夫なのと思うんだけど。だからそのブームとか関係なくってことそう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 。もともとタピオカがめっちゃ好きなのに、 そのブームとともにタピオカがなくなっちゃうのが悲しいって人は。うんうん、ていうか、そもそもブームで好みって変わるんだと思って。おおなるほどね。うん、確かに。だってめっちゃ好きだったのに、なくなった途端、なくてもいいっていうことでしょう。うん、なんで飲んでたんだろうな、あんなに。だから本当にタピオカが好きなんて人はいなかったんじゃないだから。え、<laughs> <laughs> 世の中に世の中に。いや、だって食ったことあるでしょ。いや、あるある。でもまあまあ別に美味しかったけどね。もう今日絶対、うん、 最小道ってタピオカ飲もうってならないもんいでもなってた個人的には<分>だけど。本当に週5回ぐらい飲んでた人もいたと思う、ねうん。ネタでココとかもそうでしょ、だって。でも、ティラミスとかは俺めちゃくちゃ好きなのよ、ま、うん、だに。まあ俺も好き、ティラミス。ね。うん、うまいよな。 え、ちょっと待ってくれよ。うん、まだ17分だけど。いや、いい、うそんな,な、なんでそんな無理くり引き伸ばそうとするんで <laughs> い言いたいのは俺とにかくこれを<ー>言ってから話したいのよ。あ、そう。もうやっぱその、そわそわしちゃうから。うん、だからその、全食べ物がさ、もしかし、うん、まだ続けるのそれ。ブームから始まった可能性あるのよね。えブームからまあ、うん、そうね。 だ、でも、じゃあ、米、米とかは米ブームとかとかあったんじゃあ、いや米はさすがにあれだけど、その、米基金の時とかにさ、多分あったんだろうな、うん、なんか、レア、レアみたいになって、そっからめっちゃブームになってるかもしれないよね。あ、米ブームが来たってこと一回一旦、米ブームっていうか、うん、米足りズがあって、うん、そっから、やっぱいいよね、米ってからずっと人気ななだタピオカもじゃあ、 ブームが終わったとかじゃなくて、タピオカが足りないみたいな宣伝した方がいい,い。そう,そう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 。だって、レアみたいにした方がいいんだから。お店が終わらしたくないでしょだ、うん、<て>でもあれ無限に作れるかな、タピオカってあれ。<laughs> タピオカが不足してるとかないのかな,ないない、全くないの。あれって、あそう無限に作れんの、ね。じゃあもう止めらんないのか。ま、止めらんないかもしれない、うん。俺にはちょっと言っていいかな、タイトルコール。 でそんなにいやいやいや、まあまあいいか。だってもう一回さ、お前が言ってるさ、その漫才サミットのさ、皆さんとかのはさ、ブワーって喋って、あっ、それまでタイトルコール言ってなかったねでしょ。そうそう、もう話題が尽きなくて尽きなくて。そうそう、俺も気づいちゃってんの、一回。15分で。あ、そう。タイトルコールって。そうそう。まあ、話題がどうのこうのって前に、ちょっともう言いたいのよ、俺、タイトルコール。わかりました。そこまで言う。いいですか言ってください。行きますよ。うわー。涙出ちゃうね、これ、本当に。 そうなってくるとちょっと、もうもったいない気もしちゃうんだよな、なんか。言ってくれよ。いいうん。行くよただ、じゃ俺がこの、それでは始めましょうかって言ってから、で、これぴったり合わないとマジかっこ悪いからさ。あ、そうね。そう。それで始めましょうかって言ったら、じゃあ、トゥントゥンで。指でちょっとさ、ラジオ見てる人分かんないから、指で、トゥントゥン、オズワルドの、うん。トゥントゥン、オズワルド。トゥントゥン、ちょっと指やって。 トゥン、トゥン、あの、カンガンなっちゃうから、あの音は入れないようにじゃ優しくやるから見てて。えー、それ、まだ、リハなのそれでは始めましょうか。オズワルドのあ、そうそう。行きま行きましょう。はい。オズワルドオズワルド。オズワルドこれ聞かれるんだけど、俺らもよく分かってないじゃない。オズワルドにしよう。オズワルド。うん。オズワルド。オズワルド。行きましょう。えそれでは始めましょうか。 オズワルドの「オールナイトニッポン ZERO」改めましてこんばんはオズワルドの伊藤ですオズワルドはたなかですちょっとたまらんなこれよちょっとやっぱ力入ってトントン入っちゃってなな入っちゃってたねいやでもこれわかんないあちょっといいなやっぱ、うんうん、まあまあちょっとその前にこのはたなかこの曲 何かかわるいやちょっと僕は聞いたことないですわかんない、うん、ヒント、うん、うっすらこうおおかみで「<ん>お兄ちゃん」<laughs> いや怖いから <laughs> その <laughs> <laughs> 妹死んでるじゃんそのお兄ちゃん <laughs> これもうん、その ハン,ハ,ンハンバート・ハンバートさんのガンバレー兄ちゃんっていう曲なんですけども、うん、これあのー、僕の妹がですね、うん、あの天才女優の方をやらしてもらって,ま,てまあね、知ってる人は知ってるかもしれない。はい、伊藤沙莉っていう、ね、声ガラガラの女優さんなんですけども。いろいろ CM とか出てますからね。はい、で実は、僕はこの妹のひもお兄さんとかずっとやらしてもらって一緒に暮らしてま、ね、一緒に住んでたからね。そ家賃とかもいろいろ。うんまあ 今日も1枚もらってきましたし。<laughs> え妹からまあ、それはいろいろあっての1枚なんですけども。あはいまあ、で、この伊藤沙莉がですね、うん、伊藤沙莉の「オールナイト1本ロっていうのを僕らよりだいぶ前にやらせてもらってます。その時に、うん、この最初の一発目かける曲、何がいいですかって聞かれて、うん、実はお兄ちゃんたちがオズワルドっていう芸人をやってまして、うん、その人たちの出囃子を流させてくれませんかって,って。は<ー>そう言ったの、彼女が。 素敵なですってなったら俺らがなしてもらう時はじゃあ代わりにお前の好きな曲流すよって言ったらハンバートハンバートさんの「頑張れ兄ちゃん」を送ってきたのなるほどねの子は「頑張れ兄ちゃん」っていうのがそういうメッセージだとそういうメッセージなんですよ本当はこれを送ってくる前にバーレスクっていう アメリカのストリップの映画のテーマ曲みたいなの一軒一軒のやつ送ってきたんだけどあいつも途中でいかんいかんってなってらっしゃってこれを送ってきてくれた日本語訳したら頑張り兄ちゃんって言ってんじゃん実はだいぶ激しいこれね直接そう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 だいぶお世話になってます今日も実は一緒に仕事してきたあそうなんだんかよくわかんないよくわかんないという よくわかんないってことじゃないんだけどなんかね、アムアムワールドっていう僕らの先輩の先輩影山さんと影山さんというかスタミナさんおばさん、彼氏の4人でやってるアムアムワールドっていうチャンネルがあるんですけどこれの1個のコーナーでスタミナさんが箱を2つ用意して。 どっちかに1万円が入ってると。ん。で、当てたら1万円もらえる。え、ノーリスクでってこと当てたら1万円もらえる。外したら何にもない。っていう、マスダさん、スタミナさんが、自分でスリルを感じるためだけの、スリルってゲームがある提供影響側がスリル感じる。影響側がスリルを感じたいだけの、こっちは本当一1万円もらえるかもらえないか。自腹、自分のお金の。 1万円ってことえっとね、今までで、18回ぐらいやってるらしいのね。ええ。12回ぐらい負けてるんだって。まささ。本当にさ、外したらプラスになるとかないから、単純にもう12万損してるってことそうなんだよ。っていうのがあって、そしたら、あの、そのメンバーの中のカルビさんって人、元ラブの奥村さんんですけど、奥村さんが、あの、スリルってのをやってるんだけども、ちょっと伊藤沙莉ちゃん出れないだろうかって言われて。いやいやいや。 <laughs> <laughs> あのー、どのぐらいの規模の YouTube でしたっけアムアムワールドって。登録者数ですかうん。3000人。3000人ぐらいですね。いいい水溜りボンドさんが400万とか四400万ね。うん、うん。まあ、水溜りボンドのね、話は後でしましょう。ょ <laughs> <laughs> そうそうそう。うん、それで、うん ああ、わかりました、つって。じゃ聞いてみますわ、つって、うん、サイリンに連絡して、うん、あの、まずそのスリルっていうゲーム、こうこうこういうゲームがあるんだけど、うん、つって。まあ、その時点ではそのちょっとま、えどういうことっていう感じなんです、向こうも。うん、で、とにかくあの、出、出れるって確認したら、<laughs> うん、ちょっとマネージャーさんに聞いてみる私は全然いいよ、つって。マジ、うん、で、マネージャーさんに聞いたら、うん、頑張って1万円取ってこいって私は。<laughs> <laughs> 保持部署ですよ、本当え、伊藤沙りってそんな簡単に使えるのいや、俺もトントン拍子に決まって、あいつもなんか、で、結構バタバタしてんだけどさ、なんか楽しそうだから行くとかつって。で、今日、ちょうど撮ってきたのかな、それ。そうそう。あ、じゃあこれから上がるってことこれから来週ぐらいにアップされるとかって。へめちゃめちゃ盛り上がったね。結果はじゃあ見てのお楽しみ。結果は見てのお楽しみ。来週ぐらいにそのアムアムワールドっていうね。いや、いいなちょっと。 ねこれですごい話題になってくれたらいいですね。そう伊藤沙莉が。そうですよ。伊藤沙莉が人気出ればいいね。伊藤沙莉が人気出ればいい。え、そのアムアムの力を借りてるみたいですよ。伊藤沙莉が。お前言っとくけど、お前すんごいんだからな、うちの妹。いや、そう半端じゃないよ、マジで。でも一緒に住んでる時にさ、その、伊藤がね、あの、結構遅刻とかするタイプなんですよね、実は。なそうですね。で、 その連絡寝ててつかないとかの時に、うん、俺はもう、伊藤沙莉に、お兄ちゃん大丈夫みたいな LINE を送ってたのよ。うん。でももう、ほんと迷惑かけてすいません。うん。バカな兄で、申し訳ないです。みたいな。うん、よく言わしてたな、俺も。いい <laughs> そんなことを <laughs>。 いや、俺もそんなつもりないんだけど。近いから感覚バグってきちゃってんだよね。チャイリって呼ぶね。友達と妹みたいな感覚でもあいつもそうだから、芸人さん多分。友お兄ちゃんの友達っていう感覚だから、なんか別に仕事って感じじゃないんだよね。ねうん。だから出ちゃうんだよ、だから。ノコノコ出ちゃうのよ。ねそうそう。だから俺、サイリがオールナイト日本ゼロをやらしてもらってたから、そのままだったのかなって思ったんだけど。妹が出たから、そう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 。うん。 どうやら違う。違うんすからしくて。だ、だったら、いよいよ意味わからないなと思ってたのこの。大抜擢してありがたいんだけど違うとは言ってるけど、実はそうなんじゃないそうなのかないや、わかんないけどさ。え、ちょっとだいぶ、モチベーション変わってきますよ、じゃあ。ズワルドがどうとかじゃなくて、伊藤沙莉の兄だから、みたいな。どうせあいつらするだろ、う沙莉の話もっていう。そうそうそう。じゃあもう、ここでも今日の撮れ高は、撮れ高。もう、もうはもう、終わってもいいぐらいの。感じのかもしれない。 <laughs> そうです。だからもう、サイ、うん、の関係なく出させてもらえるってなって、うん、で、このメンバーでさっきも言ったけど、うん、でもなんかもともとあれらしいな、オールナイトニッポンゼロって、うん、その、若手チャレンジ枠みたいな。ああ、かつてはというか、まあ今もそうなのかそ,そうそう、だってもっと、うん、もっと芋みたいな芸人さんが出てらしい、ね、だってこれ書いてあるけどさ、2>, うん、2年前のお笑いラジオスターウィークの、うん、オールナイトニッポンゼロですよね。 さすらいラビー出てんだって。おあのさすらいラビー。めっちゃ安心しないいやいや、さすらいラビーはでもすごい。いや、さすらいラビーおもろいけど、その、あ、さすらいラビーが出てたんだって。あ、俺らも出ていいんだ。出ていいんだって、なんだよ、言ってよって感じになるじゃん、ちょっと。たまたま今年がちょっとそういうメンツになってしまっただけで、本来僕らぐらいのが出るような感じなんでしょうね、きっと。そう、だと、 思うんよ。だって、サスライラビーが出てんだから、だってさ。あんまりそんな。嘘つきサスライラビーが。まあ嘘つきは嘘つき。嘘つきは嘘つきなんですよ。去年ですかね、M12019 が、12月に決勝でしょうで、4月、5月ぐらいに、俺が劇場の喫煙所でタバコ吸ってたら、サスライラビー大田プロなんだけど、立ちむしとのライブで、もう、 バて喫煙所入ってきて中田が。中田さんでかいのかなって。の、顎の方。あおが。前も顎の方だからちょっと。俺、俺レベルじゃない。8割顎だから。あいつは12割。割マシマシで。そいつが入ってきて、あいつタバコも吸わないのに入ってきてさ、入ってきた。何をそんな、走ってきたか知らないけどょ。マンショの中田、つって。じゃ伊藤さん聞きましたか、つって。実は、さっき聞いたんですけど、 今年の M1 グランプリ2019。カラ、うん、からしれんこんの優勝が決定したらしいですって言われて。<laughs> <laughs> どっから仕入れてきたのここ仕入れてわかんないけど、今年の ABC の前とかもなんかまたそんな、うん、い,やいやいや騒いでたけども。うんうん、でも皇帝が優勝するみたいなこと言ってなかった言ってた、言ってた。だからその皇帝が優勝する前に、ツイッターとかで言うと、うん、なんか皇帝になんか変な影響が出ちゃいそうじゃないか。うん 嘘つきって言ってるしょ俺、俺も、うん。中田のこと。でもまんまそうとね。だから漏れ、本当はからしれんこんだったんじゃない実は。え、どういうこと漏れちゃったから、その言語とかもそうらしいじゃん。その、漏れちゃったら、あ,はいはい、あの、変えなければいけないみたいな。 実は違う言語だったけど、なんか噂で広まっちゃったから、また別に違うみたいなさ。さすらいの中田がじゃね、M1 の結構ねじ曲げたねじ曲げた可能性ある。こいつがじゃあ俺たちに、うん、からしの優勝が決定したらしいですなんて言ってなかったら、もう優、ん、勝。もう優勝してた。もう優、ん、勝。もう優余計なことしてくれたよ、さすらいは、本当に。でもそうやって聞くとやっぱこう、うん、身近なところが出てるってなるとね、ちょっと。まあね、ちょっと安心感はあるよね。うん、だからもう本当に、ね。 今年だけちょっと僕らがねじ込まれたみたいになってますけど、だから聞いてる人は、なんでお前らなんだってなってる可能性あるんですけど、うん、全然間違えてないんで。ね。来るべくして来てるから。うん。本来全然ね、もっとあの、二人のトイボックスとか来てもいいぐらいの。でもやめろよ、これ以上。<laughs> 知らない人のさ、名前出すのさ、俺たちだって何本のもんだって感じだけどさ、<laughs> 二人のトイボックスも誰がわかんない。 でもいいぐらいの感じなんでしょうね。これ良くないよ。今、誰がわかんだよのゾーンに乗っかったらお前ど。うどんどん出しちゃう。どんどん、あの、離れちゃうんでね。どんどん離れちゃいます。これ本当にいつもやってるラジオと違いますからね。そうね。うん。はい。使ってる規模が違うんだよ、やっぱりね。はい。じゃあね、ちょっとあの、メールとかもね、ありますんで。なるほどね。はい。まずじゃあメールテーマ発表しますか。はい。はい。お願いします。えプチミステリー なるほどね。はい、はい。えー、あなたが個人的にずっと疑問に思ってること、そんなプチミステリーをオズワルドに託してみてください。正しい答えが出せるか分かりませんが、はい、オズワルドなりの答えを一生懸命出そうとしてみます。はい。はい。ね。まあね、正しい答えかどうかはね、僕らが出せるわけはないので、うん、まあ本当の答えが知りたい人はまあネットで検索するなり、もう賢い人に聞くなりね。それこそなんかいつもさ、うん、やってるニューラジオ、 その YouTube の方の、話してる感じの内容が結構こういうテーマが多いんだよ、なんかね。まあそうね。なんか,はかな,か,なんか疑問が思に思ってることをね。なんか、シンクジェシカっていう同期のね。うん。やつが言ってたけど、やっぱお前の子供哲学、うん。まあ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 、哲学とかではないんだけど、なんか、うん。本気出したら、お黙りで全部終わらせられるような話というか。<laughs> でもやっぱり、おのおのあると思うんですよね、そうね。な,ととうなんかずっと話してたくなる思んで、ね、なことというか、うん。 え、これなんでなんだろうみたいな。気になってる。僕がまあずっと思ってるやつ、ちょっと一句言っていいですかじゃあ。ああ、まあこんな感じだよみたいな、ね。うん。まあちょっと長くなるんですけど。<laughs> え、早いくないなんかそう長くなるって。<laughs> 長くはなってしまうんですけど。うん。あのね、やっぱこの地球という存在。うん。これが結局、その僕らの意志というよりは、神様が遊びで作ったただの庭なんじゃないかなっていう、証拠みたいなのちょっと僕見つけてしまって。なるほど。 あのね、その、月と太陽とかさ、男と女とか、まあ陰と陽みたいなね、そう対比のものって世の中にいっぱいあるじゃん。まあね、真逆だけどセットになってるもんそうそうそう。それがね、あの、まあ海と山とかもそうなんだけど、海と山の中にやっぱちょっとヒントがありまして、あの、貝とキノコ、これがもう完全に対比になってるんですよね。 貝とキノコ。うん、海と山にあるもの、ね。そうそうそう。やっぱ、貝ってその、海の中にある生き物の中で、ね、なんかこの中途半端な魚でもない。はい、何なんだこれはみたいな。で、キノコもね、野菜とかそういうのじゃない、うん、その変な不思議な生き物。うん、これが全部種類ごとにこう分けた時に、全部対比になってるなってことに気づいたのよ。例えばね、うん ホタテとシイタケって似てない似てるというか、その存在感というか、まあホタテって貝の中で大きいし、シイタケもキノコの中でちょっと大きい。どっちもこれバターで炒めると美味しいのよ。ああ、確かに。でしょこれ探してたら全部あんのよ。例えば、一番うまいもんな、その二つがな、多分海と山でな。そうそうそう、バターで炒めたら絶対一番合う二つだから、 あとね、あの、えっと、しじみと、うん。なめこ。もう気づいたと思うけど、味噌汁だ。そう。味噌汁。どっちも味噌汁に入れたら、美味しい具なのよ。味噌汁にしか入れなくないむしろ。入れないね。なめこもしめじ、しじみも。入れさせないしな。でしょう入れたら怒るでしょ怒る怒る。うだから、そういうのが、厨房に。ねうん。うん。全部ある全部その、考えてたら、 何かしらその、マイタケとカキとかもちょっと似てるなとかね。似てるわ、クリソツも。でしょで、言った時にその頂点を考えてみてくださいよ。キノコの頂点と貝の頂点。これが、アワビとマツタケなのよ。うわ。ね。で、形がもう完全にそれじゃん。そうね。あえて何か言わないですけど、もうそれなんですよ。言わないとか言えない。うん。それが、両、 方の最上級の食材で存在してて、うん、形がそれって、もう遊んでるじゃん、神様って。うん、遊び心を加えてきてるじゃん、庭に、みたいなね。うん、オブジェみたいな感じで。うん、で、その二つがね、多分俺同時に手に入れた人が一人もいないと思うのよ。このように。高級が故に。うん、例えば今日ちょっと贅沢して、うん アワビ買ってきましたとか、うん、ちょっと松茸でね、ドビン蒸しとか、まあご飯作ろうとかはあると思うんだけど、うんうん、これを同時に手に入れた人って、まだ世の中に一人もいないんですよ。うん、ああ、いないかもね。でしょ、うん、だから、まあ手に入れられないようにしたんだよね、きっと。高くしてね。そうそうそう。うん、なかなかそのレアな見つかりづらいもんにして、うん、両方手に入れられないようにしたんだよ。ってことこれ二つ手に入れたらなんか起きるってことこれを、 両方ね、うん、組み合わせると、うん、まあもちろん形がそれなんで、うん、組み合わせたら、うん、ピカッって光ると思うんだよね。ああすごいですよ、この話。僕はね、この話をね、うん、多分、うん 800回ぐらい聞いてるんですよ、畑中から。ピカって光るかどうかはちょっと本当やってみないと分かんないんですけど、もしかしたらそうなんか生命が誕生するかもしれない。だからその、今聞いてても、あの、皆さん分かったと思うんですけども、本気出したらもう一発で論破できるぐらいの。でも、理由分かんなくない本当なんでそんな形にしたんだろうって。バターは全然他にもあるし、うまいの。いやいやいや、もう全部大変になってるから。ぐらいの答えを我々一生懸命出しますんでってことなんでね。あとね、その、あとね、イカとかタコってさ、 宇宙から来てるって言われてるの知ってる実は。うん、なんか聞いたことある。なんかネットニュースが見たんだけど、その地球上の生物に全く似てないなって。うん。その体の作りが。なんか目が、目の構造がピンホールカメラになってるとか、うん。その頭の上に足が生えてるとか、うん。で、それ調べたら、じゃあなんであんな生物が地球上にいるのかって考えたら、うん。その、昔ね、大昔、うん。隕石が落ちてきた時に、うん。その南極の氷にぶつかって、うん。 その宇宙の生命の遺伝子が海水に溶け出して、うん、それが地球上の生物と融合して生まれたんじゃないかという説があるんですよ。だから宇宙人のイカとタコは宇宙人。もともとは宇宙人だっていう説があるんですけど、うん、あれがね、イカがね、なんであんなに美味しいのかがわかんないんですよ。地球人の口に合いすぎるというか、うん、食われに来てるわ食われに来てるのよ。うん いや、美味しいのお前らって思って。うん、しかも、な、うんならその、刺身にされたりとか、うん、焼かれて、焼かれても美味しい、煮たり、煮ても美味しい。うん、で、その、多分、宇宙人的にめっちゃ攻撃の手段である、うん、イカスミをパスタで絡められてんのよ。いい、いいのそれでって思うん、お前ら。 あの、胴体に米詰められたりとかね。いや、もう、やりたい方だやられる。大屈辱だろうな。あれがあんなに美味しいっていうのが、ちょっと僕は不思議だなと思って。そうそう。だからそういう疑問、皆さん普段から思ってることあったら、そういうのを送ってほしいですっていう。もっと簡単なね、本当日常的なもので。あとあの、おばあちゃん。もういいもいいもいいわ、ちょっと。おばあちゃんいつパチンコ始めたのおばあちゃん、パチンコいつ始めたのだって。いや、わかんない、確かに。 いっぱいいるけどさ、パチンコ屋に。いや、いっぱいいるな。いや、だから暇なんだよ。だから暇だから始めちゃうんだもん。でもさ、パチンコって、俺やるんだけど、君やらないでしょ僕やらないねあの、一人で始めることないのよ。うん。その、誰かと一緒に行くってことい。いや、だからおばあちゃん同士だろ、だから。え、でもその最初のおばあちゃんはいや、最初のおばあちゃんはってことはだか2位1だよ。2個1よ、基本的には。おばあちゃん。2人で行こうってこと。おばあちゃんいや、でもやり方わかんないから、誰かにやってる人に教えてもらうのよ、基本的に。だから孫とかじゃない ああ、孫がおばあちゃんに教えたんかな。で、そのおばあちゃんが。孫おばあちゃんにパチンコ教え教えないでしょ。うだ最初のおばあちゃんは誰なんだっていう。パチンコ始めたそうそうそう。だおばあちゃんどういうきっかけでパチンコ始めたのかも。おばあちゃんからパチンコ始めた人って少ないんじゃないでも。いや、でもパチンコってそんな、あれなんかな。昔からあるか。いや、ある、だいぶ前。下の章でもやってたもんな。解決ですね、うんはい。受付メールアドレスは oz、OZW. アットマーク、オールナイトニッポンドットコム。 ozw.atmarkallnightniphon.com です。うん、テーマ以外にも放送の感想、オズワルドに言いたいことなんかもお待ちしています。えー、ツイッターでの感想もお待ちしております。はい、ハッシュタグ、オズワルド ANN0。ハッシュタグ、オズワルド ANN0 とどんどん感想をつぶえちゃってください。はい。はい。いや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 えー、そしてですね、この番組はスマートフォンアプリ、うん、ミクチャでも えー、日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けされているみたいです。はい、さらに放送終了後には限定の、えー、ミクチャ限定のアフタートークも生配信します。うん、ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができるらしいですよ、と。はい。いいですね。ねだからあの、おばあちゃん本人からもメール欲しいね。うん 私は,私はいつから始めましたみたいな60以上70以上になるの、うん、どうやって始めたかちょっと気になるんで写真構想にいくつから始めてんだろう番組ではメールを募集しています受付メールアドレスは OZW ・ at mark allnight ポンドットコム OZW ・アットマークオール n i トニッポンドットコムスペルは全てアルファベットの小文字で OZW です ツイッターは「ハッシュタグオズワルド ANN0」でツイートしてくださいオズワルドはカタカナ ANN はアルファベットの大文字0は数字の0です説明が長すぎて疲れちゃったこっちも聞いてるだけで疲れちゃったオズワルドの「オールナイトニッポンロ 今話してるこれがジングルっていうやつらしいよ。なんか聞いたことあるね。ここで面白いことを言うかどうかは自由らしいよ。じゃあ俺たちは一旦見送ろうか。オズワルドのオールナイトニッポンゼロ。オズワルドの伊藤です。オズワルドの畑中です。毎週木曜日のこの時間は水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロをお送りしていますが、今週はお笑いラジオスターウィークということで、僕たちオズワルドが生放送でお送りしています。はい。はい、えー、メールの方が。お、メールが。 はい、えー。ラジオネーム、父は公務員さん。一、はい、1>, 1時間30分。これは、あなたたちが今回結果を出すために与えられた時間です。5分。これは、あなたたちが梅干しに費やした時間です。<laughs> 90分のうちの5分を、すでにあなたたちは無駄にしました。頑張って取り返してください。しー。 そうね。言われて、初めてやっぱりその、やってしまったことを公開してしまうんだよ、ねうん、な <laughs> <laughs> で。なんか、めっちゃ新鮮だね、なんかこういうの。あ、そうね。普段やってるやつ、YouTube ではそんな、来ないんでね。なん,なんっていうか、うんうん、なんかやっぱ、甘いじゃない、俺らに。うん、そう。 いい人が多いから。いい人が多いんですやっぱこれぐらい、こう、ンネ、オールナイトニッポン来たぜって言わオールナイトニッポンって言えばそういうメールみたいなのがあるんでね。もっともっとこう、無知をね、与えてくださいよ、ちょっと。もう二度と梅干し食べないよね。二度と食べませんで、梅干しも。天神様も食べませんので。はい。はい。というわけでですね。まあまあまあ、ここから、ちょっとあの、うぐだぐだ喋りすぎたみたいでね、ちょっとあの、そうらしいですね。そう、もう。うん。 すでにもう一つコーナーが潰れたということで。や <laughs> <laughs> るはずだったね、<え>コーナーがあったんですよ、ちゃんと。そんなことあるあったんですけども、うん、そうなんですね。タバコをね。 タバコ吸いに行くってコーナーがあった。タバコチャレンジというね。ちょっとね、これが丸々なくなって、お前らになんでタバコ吸わせなきゃいけないんだって、こう、冷静にジャッジされたし。天神様がそれをジャッジしたんじゃないだから。天神様がね。天神様が止めてくれたのよ、だから。よくないぞと。タバコ吸うなんて、お前らみたいなもんがってことなんでしょうね。そうですよ。そういうことですよ、父はこう、もうあの時間も無駄じゃなかったんですよ。はい。はい。あの、タバコ吸いに行って、その喫煙室から、あの、中継するっていうとこまで考えてたんです考えてたんですけど。 すごいワクワクしたんですけど、まる丸々なくなりましたんで。もうしょうがないです。これ自分らのせいですからね。そうですね。楽だしは別に好きなんでだから。いやね。どうですかいやあのね。はい。その、最近ちょっと思ってることがあって。うん。その。うね、本当に。怒るとか、イライラするとか、そういう感情をちょっとやめようと思って。あんまなくないもともとないんだけど、もともとないんだけど、俺にしか怒んないじゃん、お前だって。そうね。ネタ合わせとかの時に、伊藤と喧嘩することはよくあるんですけど、 もうそれもちょっと、あ、なあ未熟だったなと思って。その、人が言ったことに対してイライラするとか怒るっていうのは、すごく無駄な時間だなと思って。これなんでそう思うかっていうとさ、うん、やっぱその地球は全部つながってると。もう、一回地球から入る話がちょっと多いんだよな。<laughs> あのー、ね、動物にしろ、植物にしろ、うん、全部い同じ宇宙生命みたいなところがあると思うんで、うん、だからもう他人は、自分だと思った方がいいなと思って。うん。 その地球がね、ちゃんといろんな生き物でうまく回ってる理由としてさ、うんうん、あんなに鶏肉とか豚肉が美味しいっておかしくないいや、そのイカと同じ話の感じ的だよね。じゃじゃそもそもね、イカもそうなんだけど、うんうん、自分の命を守りたかったら、うん、美味しくなる必要がないじゃん。そうね。でも美味しいってことは、うん、どうぞ食べてください。 あなたたちの糧にしてくださいみたいな。それは別に動物だけじゃなくて、うん、人間自身も、うん、同じ。うまいつもりはないんだよみんなだから。豚も鳥も牛も。で俺ら別に食ったらうめえかもしれないしな。うん、でもうまくなくしたら、うまくなく進化したら、うん、めちゃくちゃ生き残れると思うんだけどな。そうだな。うん。 いやちょっと、今日<も>、え、ずっとこんな話すんのマジで。<laughs> いやいや、そんな、もう、そんな話はするつもりないんだけど。そですけど。その、だから、伊藤とね、喧嘩とかすることもあるんだけど、うん、もう、それで怒ったりするのはやめような、かなと思って。だからもう自分、相手は自分だと思ってなるほど。え、じゃあ俺がこれが何を言っても怒らないと。だから、その、正すことはあると思うんだけど。正すってお前。だから、その、し、切れるとか、うん。そういうのは、まあ、それは、君にも言えることなんだけど、 お互いやめないっていうことさ。いや、その前、うん、ここまでずっとなんか喧嘩してたみたいな感じ。うん、あそ,うそうそうそう。そんなことないんだけど、うん、これからの話で。うん、で、これを、全人類がそう思ってくれたら、争いとかもなくなるなと思って、生きやすい世の中に。うんうん、で、あのー、ツイッターとかでさ、うん、結構その SN、SNS で誹謗中傷みたいなのあるじゃん。だ今日もね、これ僕らの聞いてくれた人もね、うん、あ,あオズワルドなんだ、つまんねえなみたいな。言う人もいるかもしれないけど、うん、それは、 あなたがつまらないんですよ、と。一緒なんで。ラジオで今喋ってる僕らと、ツイッターで、つまらないなーって言ってる人は、同じものなんで、宇宙の一つの生命なんで、もう自分自身だと思ってください、と。そういう風に考えたらどうでしょう、ということで、あの、この話はね、僕がちょっとルームシェアしてるんですけど、あの、素敵じゃないか、柏木。ルームシェアの話 ああ、そうそう、ルームシェアの時に話したのよ、うん、その話を。ね、素敵じゃないか、柏木っていうのと、涙、うん、橋太郎っていう3人で住んでる家で、うん、6畳で僕ら3人で住んでるんですけど、うん、そこで、俺こう思うんだけど、こうしたら世の中の争いとかなくなるんじゃないのっていう、うん、そんな話ばっかりしてるのかなそ話ばっかりしてるの。それは知っ 1K、にさ、3人で芸人で住んでさそうそうそう。6畳で3人で住んでるんですけど、そんな話をしたら、その、柏木っていう方がね、うん、あの、いや、そんなわけないじゃないですか。いや、そんなね、 考え方で争いがなくなるんだったら、もう当うの昔になくなってますよ、と。うん、もう、そういうことを言う人は今までかつていっぱいいたんで、うん、それでも結局人間ってのは、やめられないんですよ。うん、だから、働かたのかそれ言っても、全く意味ないですよ、みたいな。うん、でも俺は、いや、意味ないって言われたら、俺もこの考え方をやめることになっちゃうじゃん、と。うん、もう本当に、0.0001でも、こういう考えで生きて、それを周りの人に広めれたら、なんかは意味あるでしょ、みたいな。うん、いやいや、じゃあそのね、 怒ったり切れたりとか、揉め事をなくすって言いますけど、うん、じゃあ本当にね、その世界の大統領が、うん、あの、もう解決策みたいなの持ってて、うん、もう一人同じぐらい頭いいやつが、うん、同じ、なんか別の解決策を持ってると。うん、それをぶつかった時に、どうやって解決するんですかと。うん、それ今までだったらそのまあ戦争っていう手段があったりとか、うん、ね、そういうことで解決してきたけど、それはもう話し合いじゃ解決できないじゃないですか。うん、みたいな話を。うん 夜中3時間ぐらいずっとしてて。俺マジでお前と住んでなくてよかった。もうずっと争ってて。太郎が、あの、争いはなくなりませんわ。入れてよかったな、お前ら。ここで争っちゃってるんだから、俺ら。いや、なんか多いよね、なんかちょっとした揉め事が君の家は。揉め事じゃないんだけどね。なんか、よくしようと思って言って。俺だってお前、め、ルームシェアね。 そうそうずっと妹してるとちょっと暮らしてたんですけど、あの本当に7月ぐらいから僕も芸人とルームシェアするようになりまして、今結構テレビ出てるカエルテカエルテってコンビのその岩倉って女の子とえママタルトのオ大釣肥満っていう160。160キロってすごいらしいです。そう,そうギタンさんに似てるから大釣肥満でマーチャンマルシアさんに謝るた時にマーチャンごめんねってオツルギタンさんが言うんだけど、それをモーちゃんごめんねってのその逆 持ち逆として持ってて。よくやってるライブとかね。最近、まーちゃんごめんねを略して、ばあごめっていう。だから、説明が足りなすぎる。なんか全くない。こう、初見だろうが常連だろうが説明しないから。あと、森本サイダーっていうロンゲの、雨の日のストーカーとかで、細かすぎて。細かすぎてに出てた。そうそうそう。もう一人で喋ってんだけどね、こいつもずっと。一人言葉が多い。そうそう。変な奴はみんな。でも平和だよ、お前。うち。揉めない。揉めない。この間、本当に、 だいたい4人揃った時とみんなで飯食おうってなんだけどさ。あの、みんな、何食いたいみたいなって。で、だいたい俺か岩倉が作るの、飯は。で、岩倉が、じゃあナポリタン作ろうかつって、わーいとかつってみんなで。ね。で、も肥満もいるし、サイダーも食うし、岩倉めっちゃ食うから。あ、サイダーも食うのね。サイダーもほっそ肥満ぐらい食うの、実はやつ。そう。で、も一1キロぐらい茹でるから、もう1個じゃ足りないつって鍋。で、1陣2陣で分けて作ったんだけど、1陣目ナポリタン作ってきて、 で、みんなで食って。で、うまかったんだけど、ちょっとしょっぺいなと思って。ああ。でもそこはやっぱその、俺も、サイダーもヒマンも、うまいうまいっつって食ってて。まちょっとしょっぱい思いつつも口うには出さないぐらい。で、岩倉自分で、ちょっとこれしょっぱくないみたいになって。で、そうって、うまいけどなとかつって3人で。で、第2人目のナポリタン来て、それがめちゃめちゃ多かった、第2人目が。うまってなって、そしたら岩倉、やっぱじゃあさっきのしょっぱかったよねってなってさ。 まあそうだねってちょっとしょっぱかったねって、これ塩のしょっぱさだったねって,言って、うん、なんかちょっとどっかで塩入れすぎちゃったんじゃないって俺言ってさ、うん、そしたら岩倉が、あそうやって、あの、パスタ茹でるときに沸騰しちゃうから塩入れるやんかって、うんうん、あの時にちょっと、塩入れすぎちゃったかもとかっつって、うん、で、俺とサイダーと暇も,も、もう岩倉ったらとか言ってさ、うん、その時は俺、このまま時が止まればいいのにと思ったもん <laughs> <laughs> 幸せすぎる。えーわだわ。でもう全員抱きしめてやろうかと思っとのてて、その <laughs> 最高の家族ですよ、今。もう家族としてるんですね。飲めませんから、とにかく今。<ー>オズワルドです。えオズワルドじゃないのオズワルドでも、オズワルドでもどっちでも任せるよ。オズワルドの、オールナイトニッポンゼロ。 オズワルドの伊藤です。オズワルドの畑中です、えー。毎週木曜日のこの時間は水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロをお送りしていますが、今夜は僕たちオズワルドが生放送でお送りしています。はい、メール読んでいきましょう。はい。皆さんが日頃気になっているプチミステリーを送っていただいていますま。ありがとうございます。はい。えー、和歌山県ラジオネーム2アウトさんから。はい。はい。ありがとうございます。えー どうしてお母さんはノックからドアを開けるまでのスピードがあんなに速いんでしょうか, <laughs> <laughs> か早いよね、お母さん。ゼロだもんな、あれな。ノックと同時にドア開いてるもんな。うん。ま、でもあ、うちでもノックもしてこなかったな。あ、もう直、直直開け、うん、だからサイディも俺もノックする習慣ないもんな、あんまり。ええー、大丈夫うん。ごちゃごちゃやってる時とか大丈夫なので、ごちゃごちゃなんてしないもんだから。あい、もう実家ではしないようにして絶対に誰もいない時、ごちゃごちゃするは。<laughs> ちょっとぶれるから、ちょっしてよ、それは。でも確かに、その、なんか、あるね、うん、ノックカお母さんは早いよね。うん、まあ、なんでだろうな。うん、あのー、あれじゃないお母さんも初めから早かったわけじゃないんじゃないその、うん、あのー、なんだ、大谷翔平とかもさ、うん、初めから160キロ出てたわけじゃないから、うん 最初は120キロぐらい、うん、130、練習して練習して160キロ出るようになったから、ね、お母さんも初めは遅かったんだけど。でも,うん、でもさ、うん、その、大谷翔平とかをさ、うん、その、勝つためにというか、みんなを喜ばすためにどんどんスピードを上げてってるわけでさ、うんうん、お母さんノックからドアを開けるまでのスピードはこれ上がってっても困る人しかいないわけよ、もう。いや、まあでも、やってくうちに、<laughs> スピードが上がってっちゃったというか。ああ、自分の意思と反して。意と反して。なんかもう慣れてきたらさ、何でも早くできるようになるじゃん。そのタイピングとかもね。そうね。タイピングとかも自然に早くなるのと一緒で、ドアノックしてから開けるまでも、もう自然と早くなってっちゃったん多分。ああ。元々は最初のお母さんは遅かったと思うよ。ドアノックしてから開けるまで。初めのお母さんはね。初めのお母さん。なるほどね。じゃ不本意ではあると、お母さんも。お母さんもだから、 あ,あこんな早くやるつもりなかったのに。で、強くなりすぎちゃったみたいなことそうそうそう。だもう自分では抑えられない。力がつきすぎちゃって。なるほどね。うん、はい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 。えー、えー、ここで一部地域でお聞きの方とはお別れのようです。あら、そう。<laughs> はい。うん、えー、1時間お付き合いいただきありがとうございました。はい、そしてこの後も聞ける方はお付き合いください。うん。はい。あ、そうか、メール。 とりあえず一通だけでだ、ね、一部地域の方は,これは行ってしまうんですね <laughs> <laughs> 一ミステリーしか解決できずに <laughs> 僕たちの漫才新東京スタイルとか言われてるけど函館出身でも東京ってことでいいんだよね、まあ、函館はギリ東京だね一応千葉だから完全に東京だけどオズワルドの「オールナイトニッポンゼロ」 時刻は4時になりました。オズワルドの伊藤です。オズワルド畑中です。はい。えー、毎週木曜日のこの時間は水溜まりボンドのオールナ,オールナイト日本ゼロをお送りしていますが、うん、今夜は僕たちオズワルドが生放送でお送りしています。はい。はい、メール来てますね。お<ー>はい。ラジオネーム、ベルトは走るよ、どこまでもさ。はい、ありがとうございます。おばあちゃんです。えおばあちゃんから来た。おばあちゃんから。<laughs> おばあちゃんご本人から。おばあちゃんですと言ってます。はい。 私は彼氏に連れられて初めて19の時にやりました。<laughs> あの時にビギナーズラックという概念も学びましたね。うわう、ね、リアルおばあちゃんから来た。19っていくつのおばあちゃんだろうね。今うん。またこの時間起きてるやつが本当におばあちゃんなのかってとこもあるけどな。あ、なるほどね。早起きのおばあちゃんの可能性も、ね、早起きのおばあちゃんね。まあ、4時だったらね。じゃ確かに。4時に起きて1分でこのメロって来てる。<laughs> 確かに。あのー。 女性って結構やっぱ、彼氏に連れられる人多いと思うよね。まあ確かに、ね。た多分やっぱおばあちゃんも全部そうかもしれないね。うん。全部彼氏スタート。じゃない、でも自分から行くって人もあんまいないもんね。いないと思う。女性なんか全部彼氏スう,う,うん。えー、プチミステリー。はい。来てますね。はい、おラジオネーム、ヤッホさん。ヤッホさん。はい。はい。 なんで友達の家には絶対マリオカートがあるのそんなこといや、でもマジであるわ。ええ、あった家にあった。俺んちにはなかった。でし。友達の家にあった。でしょうちもなかったのよ。でも友達の家にはあった。どういうことこれマジでそうなったね、多分。だって、スーファミのマリオカートでしょ多分、世代的に。うん、スーファミのマリオカート。でも、多分64の世代もいるし、今の、なんだっけ今のやつなんだっけスイッチのマリオカートだ。 の人もいるし、うん、基本的にやっぱ、友達の家に絶対マリオカートあるんだよ。マリオカートえ、絶対あるな。友達の家に行ったのかよくわかんない。かあるやつはどいやど、どう、どう <laughs> <laughs>、でも今、現に、二人とも持ってないのに友達の家にあんの。<laughs> いや、だからそうなんだけど、<laughs> いや、俺とお前は持ってないんだけど、そマリオカートがある家のやつにはこれ当てはまらないってことだだあるやつにはその疑問が生まれないんじゃないだから基本的にやっぱみんな、<laughs> あれなんで友達んちにマリオカードあるんだろうどういうかどっかが挟まってるってことでしょだから一個の線にしたらさ。そのマリオカード持ってる持ってない持ってる持ってないで、挟まれてるから。ま、共通のでも、そうこれ思う人が半分はいるってことでしょだから。なんで友達のやり持って達の割合を。いや、マジでちょっと不思議だな、めちゃくちゃあるよね、絶対。絶対持ってたわ、俺の友達は。俺だけだったら持ってない。俺も持ってなかったけど、友達んち行ったらやってたのえそれ、これなんでだろうな。 これなんでかは、マリオカートがやっぱ面白すぎるから、うん、その、じゃあなんで俺ら持ってないんだって話になってくるじゃん、だだから、本当は友達いっぱいいるんのよ、俺らも。うん、いたじゃん、小学校の頃だから。四五、うん、人の友達がね、持、うん、っていたけど、どうん、マリオカートがやっぱ面白すぎるから、うん マリオカートを持ってる人は友達と,友達と呼ぶことしてた友達のやっぱ影の薄い恋がある中のマリオカート持ってる人は恋、恋んじゃないだから。マリオカート持ってたら本当はそいつとずっと一番仲のいい友達だったってやつもいたんだろうな。いたけど、ごめん、あの、君持ってないから。うん、ちょっと友達とは読めないわっていう。そうね。だから友達の家に絶対マリオカートがあるというよりは、うんうん マリオカート持ってるやつを友達としてたと。今まで。してたというか、もう今もしてる。今もしてる。現ね、現在も。今も持ってないしな、俺らマリオカート。ああ、もう誰の友達も。持ってないんで、だから。でも、ひまんが持ってんね、マリうわ、友達じゃん。うん。うち来たら全員友達でマジそうだわ。もう一個。はい。えー、ラジオネーム、玉しペンタロウさん。はい。タトゥーがエムストエムステをバックレてたとき、彼女たちは何をしていたんですか 懐かしいですね。懐かしいな。これ知らない人いるんじゃないですかね、結構。タトゥーって、あの、ロシア、ロシアの女性、女性、デュオみたいな。みたいな。人たちが、えっと、ミュージックステーションに出るはずだったんですけど、その収録をバックれて。生放送だね。どっか行ってたんでね。その時何をしてたんですかって、それを聞いてるんですよね。それはもう、M ステ見てたでしょ、きっと。うん。裏で M ステ見てたよ、きっと。いや、困っぱりそれぐらいイケイケじゃないと、あんぐらい売れれないんだろうな、だから。 でも金持ちの感覚だよね、もう。タモリさん困ってる姿を見て楽しんでた。タモリ。おタモリ。今行ってみるせっかく悪い。今行っちゃうとかもあったかもしれない。今行ったら、今行くのがおもろいみたいな。逆。例えばですね。かもね。はい。いろいろ謎がいっぱいありますね。たくさんあるね、やっぱり。 みんな思ってるんだな。うん。その中のミステリー。今、不思議がね、あるから、りないですはい。ええちょっと続いてこんなコーナー、いきたいと思います。はい。クズの救世主、君は悪くないはい、えー、まず、皆さんご存知ないかもしれませんけども、オズワルド僕、伊藤の方がですね、まあ、なかなかのクズでした。まさきもね、遅刻が多いのは言いましたけど。自分自身のもあれなんですけど、 まあいろいろ今、クズ芸人あの、出てるじゃないですか。同期ですよ。クギカイのモグラとかさ、ね。借金が600万とか。そうそうそう。まみんな酒井とか。やっぱり、うん、あの、クズを売りにして仕事に出れれば、まだいいんですけど、うん、うん、僕はまだそれでもないんですよ。<laughs> だから、ちょうど、なんの穴も通らないクズというかう。うん、そうそうそう。なんか、埋もれてるクズというか そうね。だから、その、ずっとクズじゃないのね。うん。たまに現れんだよ、そのクズが。そうなんだそうなんだ。忘れた頃にやってくるから、そうそうそう。ま、実だの、痺もだの、いろいろ。酒のね、飲みすぎだとかね。あるんですけれどもね。僕はですね、ぜひそんな、僕と同じようなクズを、ぜひ励ましたいので、皆さんのリアルなクズエピソードを送っていただきました。なるほど。はい。ね。をね、舐め合いたいんですよ、んと。一人じゃないよってことね。一人じゃないよ。はい。悪くないよってのを言ってあげたいんですね。はい。 ね、もうメール来てますよ。来てますか。はい。くずたちから、世の中の。来てますか。はい。岐阜県ラジオネーム、ともやぴさんから来てますね。ともやぴさん。はい。旅先で訪れた料理屋さんが、店主も気さくで話しやすく、無料で大盛りにしてくれましたが、味が特に美味しくもなかったので、食べログで2をつけておきました。これは、なかなかよ。これはね、あの、 お前悪くないよ。なんでだよ。悪いだろ、こんな関係ないから、人柄とか。え味だから、やっぱり、その。じゃあ、笑い芸人も、じゃあ、いい人だったら面白いんですかってとこもあるでしょいや、でも、2はさすがに。いやいやいや、もだって2の味だったんでしょそれは。旅先で。やぴが食べて、2の味だったから2の味をつけたんでしょお前悪くないよ、友やぴだって。大盛りしてくれた分とかは、関係ないね、そんな関係ないの。優しさで味付けされてるわけじゃないからね。 あそう。うん。うまいかどうかだから。でまた、行くかどうかは友咲次第だけど。うん。うん。うまいかどうかで点数つけたら2点なわけよ。だ、そのさ、うん、食べログってさ、自由じゃん、つけるもつけないもん。いや、そうだよ。優しかったなと思ったら、うん。せめてつけないっていうのがだからもう生かしちゃいけねえなって思うぐらいまずかったんだろ。<laughs> 優しくしてくれようが。ね、お前だって入り口でクラッカー鳴らされたからってさ。うん。まくなるわけじゃないの、飯が。 まあまあまあね。やっぱ知り合いもいくかもしれないんだから、そうです。しかも旅先だからね。他の人のためにも。そうそうそう。悪い思いで作ってほしくないからね、他の人そうですか。う悪くない。じゃあね、もう一個来てますね。千葉県ラジオネーム、ゲスパさん。ゲスパさん。はい。僕はこの前、エアポッツの本体をなくしてしまったのですが、妹も同じイヤホンを使っていたので、こっそり本体を盗んで使っていたところ、妹が本体をなくしたと言ってきたので、 充電するときだけ200円でレンタルしてあげるよと優しく寄り添い、うん、妹から盗んだものを使って今現在利益を得ています。22歳の方ですね。<laughs> これはなかなかって、妹からお金取ってんのよって。うん、妹のイヤホン使って。な,な、うんうん、お前悪くないよこれは。ええ <laughs> 悪くないだろお前。いや悪いでしょ。助け合いだから家族って。 結局。いや、だったら、お金取る必要ないんだよ。いや、困ってるんだ。だって、今、妹はさ、別に、その、最初困ってなかったわけじゃんか。なうん。で、誰、なんだっけ、名前は。ゲスパさん。ゲスパさん。ゲスパさん、ちょっと困ってただよ。なくしちゃったからね。そうそう、なくしちゃって。で、他にもいろいろ買わなきゃいけないものがあったんだよな。から200円で、レンタルして、貯金して、いろいろ必要なもの買ったら、ゲスパさんは妹になんかしてあげるんじゃないあ、妹へのプレゼントを買うための、 200円ってこと、うん、妹へのプレゼントっていうか、うん、うん、何かあった時に、妹、妹から言ってこないとあれよ。こっちからはそんなやらないけど、<laughs> 向こうから言ってきた時のためにゲスパ貯めてるんじゃない, <laughs> い？でも自分でも使ってるでしょ自分でも使った上で、うん。妹にもなんかちょっとお返しするよぐらいの。うん、そうね。だからも助け合いだから家族って結局。<laughs> 俺もあったあった。助けられっぱなしなんゲスパさんは。妹に助けられたこと俺もあったし、全然。あ 兄として気持ちはわかると。わかるわかる。あそう。うん。ゲスパなんも悪くない。救われてんのかな、この人。どんどんダメになっていく気がする。そんなことない、ゲスパ。自信持って。まだ行きますかうん。はい。え、ラジオネーム。夢の中でもアルバイトさん。うん。22歳の方です。もらった誕誕生生日日ププレレゼゼンントトは来年違う人のにしていますなるほどね。一緒じゃん、もうゲスパさんとかの考え方が。 悪くないね、もちろん。なんでだよ。つながってるから、世界って。こうやってつながっていくのよ。ああ。そうそうそう。別になんつうんだろうね。なんか、そのプレゼントが気に食わなかったとかじゃないから。うん。夢ある。夢あるもさ。うん。そうそう。夢あるっつってる夢あるっつってる。夢の中でもアルバイトのこうん。だから、そのいろんな人をつなぐものになってるわけじゃん。結局、喜ぶわけじゃんか。次あげた人は。いや、でも、一回使って。自分がもらって、うん。 嬉しいなって多分思ったの。嬉しかったからこそ。嬉しかった頃そう。 あげたるだけうん。夢ある何にも悪くない。俺これもらってめっちゃ嬉しかったから。いや、もう一回も使ってないけど、お前にあげるよって。夢あるはそういうやつだから。あだから嬉しかったっていう気持ちだけを世の中に回してるそうそうそう。嬉しい連鎖を作ってこうぜ。ハピネスってそういうことだから。でもこれ以上いいプレゼントはなかったってことなかったなかった。これ以上のものが見つからないから仕方なくこれをあげてるの。本当はこれが一番欲しかったんだから夢あるだって、お前。そうだよね。それを我慢して、開けんの我慢して、うん。違う人にプレゼントする。そうそう。だ、夢ある何も悪くない、これは。 なんか、だんだん、うん、そうかもって思って <laughs> 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 はい。えー、ラジオネーム。積極的指導さんです。積極的指導さん、ね、人生どうにでもなるという信念を持って生きています。なるほど。小さい頃、夢を聞かれた時も、<laughs> なんとかやりますと答えていました。うん、今、29歳です。うん、注文の確認ミスが多く苦情が増えてきたので、うん、弁当屋のバイトも今月でやめようと思います。ああ、なるほどね。でも どうにかなると思うので、うん、明日は一人焼肉に行こうと思います。うんうん、もう悪くないよね、こんなのはもう。<laughs> これ悪くない、うん、これあれビ食っちゃえばいいとこうよ。アビ食って。だってまずその、うん、何バイト先どうのこうのっつって,ってバイト先も、弁当屋のバイト先で、うん、あの確認ミスが多くて苦情が増えてきたのでやめよう。うん、あ、それ合わないだけだもんだって。 まず店があるんだろそれは。でもずっと言ってきたのは多分29歳だけどそうそう。信念やプライドで、それをしてきたんでしょ、うん、どうにかなるで。そのままですよ。どうにでもなるんですから。で、また同じミスを繰り返すんじゃないですかれそれは合、あ、う、合わない店だからよ。合わない店だから。で、信念とかプライドって結局自分を守るものだからさ。それって形を変えて当然なんだよね。うん。うん。だからもう次の店は合う。で、合わなかったら辞める。何も間違えてない。何も間違ってない。すぐやって、すぐ辞めてやったらいいよ。 ラジオネーム積極的指導なんだよな、うん、<laughs> 何を指導することがあるんだろうこの人なあそれはだって自分でさ学んだことがあるわけだ、うん、あそうですか受ける側もあるしねこの積極的指導は何も悪くないだから <laughs>、うん、ラジオネーム大枚さんいいさん大学4年生の4月、うん、僕は第一志望の企業から内定をもらっていたのですが、うん、内定をもらえずに苦しんでいる学生を見たかったため、うん、夏まで就職活動を続けていました、うん <laughs> これは性格悪いんじゃないですか、さすがに、うん。いや、だから、これを、逆にその、大枚が、クズだと思って言ってることが不思議なくらい大枚悪くないわ。<laughs> えうん。ごく当たり前のとだと。だってみんな人の不幸は蜜の味なんだから。いいそれを言っちゃったってだけ、うん、別に。みんな思ってるんだからさ、誰かが転んだりしたら笑っちゃうだろだ同じようなこと俺はさっきさそういうのをやめてこうって言ったのにな。<laughs> <laughs> いうのをやめて <laughs> みんな同じね自分は他人だと他人,人だ,だ俺はそうはさせないよだから世界をだから争いが起こるんだよ <laughs> 今日お風呂入ってから来たそれとも家帰ってから入る中途半端な時間だからねすごい迷ったんだけど帰ってから入る俺もめちゃくちゃ迷ったんだけどね俺も帰ってから入る間違いないね間違いないよオオズワルルドのオールナイト日本ゼロ オズワルドの伊藤です。オズワルドの畑中です。毎週木曜日のこの時間は水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロをお送りしていますが、今夜は僕たちオズワルドが生放送でお送りしています。はい。はい、メール来てますね。<お>えフルーツメールさん。フルーツメールさん。さんおばあちゃんです。お 二人目のおばあちゃん。私がパチンコを始めたきっかけは、孫との会話です。<laughs> <ー>孫は仮面ライダーが大好きで勉強、はい、勉強しようとした時にパチンコに出会いました。うんえー、その後、無事パチンコからは卒業し、<laughs> 今、ゲーセンでコインゲームに入りみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> しかし、隣で孫がポップンミュージックをしているのを見ているのが今の生きがいです。はあ、いいですね。無事パチンコから卒業しっていうのが、うん、なるほどね。まあ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 、でもいいですよね。やっぱ 孫きっかけっていうのはなかなかね。うん、まあ、でもそういう入りいいんだ、はい。ま、孫が、同じ孫だよね。同じ孫じゃないあ、えー、パチンコ始めてから、ポップンミュージック一回続くんだ。<laughs> そうね。てからこれごめん、冷静に見てさ、<laughs> うん、僕は仮面ライダー、孫は仮面ライダーが大好きで、うん、勉強しようとした時にパチンコに出会いましたって意味わからんな、これ。え、<ど> <laughs> 待って、見て,て。ど、ど、仮面ライダーが大好きで勉強しようとした時にパチンコに出会いましたって意味わからんなこれえ待って見てどど仮面ライダーが大好きで勉強しようとした時にパチンコ あ、じゃあ別に孫から教えてもらったわけじゃなくて、パチンコ自体。仮面ライダー調べてたらった。仮面ライダー、CR 仮面ライダーの機種があるから。嘘つけ。入ってんあ、なるほどね。そんなパターンもある。一番、まあね、確かにそのパチンコやってると、そのアニメとか気になったりするからね。うん、なるほどね。まあ逆はあんまないか。勉強仕事って思ってパチンコやる人いないからね。いないね、その後。えもう一個ね。はい。おはぎのはがしさん。 現代版枕の子を考えると、春はプリクラ、夏は首掛けファン、秋は月見バーガー、冬はおでんだと思います。なるほど。なるほど。ま、かなり現代っぽいというか、首掛けファンなんでね、めちゃめちゃいいね。どんどん古くなっていくな、でもプリクラ、首掛けファン、月見バーガー、おでん。おでんは確かにな、ずっと昔からあるもんだし。なるほど。プリクラって春のもんな。 だから、あれじゃない新入生で友達ができて、みたいなことでしょ初めての友達で、その、一緒に何するかって言ったら、プリクラなんで。プリクラ取り行って。でもその子がマリオカート持ってなかったら、友達。友達じゃない、そんなやつ。そうやな。うん。持ってなきゃ友達じゃプリクラ取ろうが何しようなるほどね。ありがとうございます。はい。えプチミステリー。はい。えー、大道海賊さん。大道海賊さん。はい。なんで街中に、 あれだけたくさん照明写真機が置いてあるの。確かに。もう今、ういやでも、駅前とかは結構あるよ。だはい。だいたいさ、面接の時とかってさ、うん、なんか、最初にさ、うん、ちゃんと前日から撮ってとかって準備する人のが少ないじゃん、もしかしたら。いやいやいや、バタバタ写真は先に撮るでしょ。いや、だって俺らだってさ、うん、NSC にさ、うん、あの、登録届けみたいなしコンビ組み立ての頃ね。 あれもなんか、ええとプリクラみたいなのになってる。いや、それこそね、写と怒られた証明写真を個人個人撮って、2枚くっつけて、コンビのプロフィールですって出したら。話出るぐらいれめちゃくちゃ怒られた。でみたいなことじゃないから、焦って、撮る人が多いから、台数置いとかないと、時間ないからじゃいでも履歴書書くときにさ、もう写真の欄があるから、それで、あ、どうなんだろうな。それでそこ忘れるなんてことあるかね。うーん、うん。 あるあるってか、だるい。撮るのが。あ、そう。うん。だから明日にしよう、明日にしようで、そあ、当然あるしね。そう、駅前にあるし、ってなった時に。駅がてら。そうそう、そういう人がたくさんいるから、埋まっちゃうからじゃない。まあでも、撮ってる人はあんま見たことないよね、あれ。証明写真今撮ってる撮ってるみたいな。まあ別に、撮ってる人を見ようと思ってないからお前が。そんなに珍しいことでもないから。あ、そう。結構気になるけどね。証明写真。 まあじゃあそういうことで、はい、えっと、みんなギリギリになっちゃうからという、そうですね。理由ですね。ねえー、非科学的チャーハンさん。はい、はい。えー、なんでおばあちゃんの家の寝室はあんなに寒いのいや、わかるわ、でも。いや、俺はあの、実家があの、おばあちゃんとかおじいちゃんいる家だったから、ああ<ー>。その、北海道なんてめっちゃ寒いでしょ。 そう。でも確かにおばあちゃんの部屋寒いイメージが。なんかその、いとことか泊まりに来るけど、夏とかね。なんか寒いって言ってた記憶あるわ。なんか寒いね、この部屋みたいな。おばあちゃんの部屋でよく泊まるんだけど。ん。なんか、熱気が、あんまりこう熱気が出ないんじゃないおばあちゃんって。それ、ああなるほどね。おばあちゃん自身からの熱が少ないと。いうそもしくは、熱量みたいなのが多分一緒なのよ。その、人間が放つ熱量みたいな。一日で。一日でうん。で、あの、 親戚が、に泊まってきた時に、めっちゃ歓迎するじゃん。あだからめちゃくちゃ暖かいから。午前中で使い切っちゃう熱を放出するから、夜になるともう冷たくなっちゃうああ、なるほどね。で、MP 空になってるみたいな。そうそうそう。だからあんな寒いんだ。そう、だと思うけどな。ああ、全然あり得そうですね、ちょっと。おばあちゃんの寝室。寒いのは、MP 使い切ってるから。午前中で。歓迎でも、熱を発しちゃってるんだだからあんな寒いですね。いろんなミスがあって。 いいです,ですね解決できます、はい、全部オズワルドの「オールナイトニッポンゼロ」オズワルドの「オールナイトニッポンゼロ」えー恐ろしいことにもうお別れの時間らしいですね早いですね早かったわめちゃめちゃ早かった、ね、ちょっとだからなんか、うん、何話したかもう覚えてないもん、うん <laughs> <laughs> まあ予想だと貝の話とイカの話が長すぎて <laughs> オープニングであんなにだ <laughs> ってだからルームシェアの前の前のさなんか説明みたいなのが地球から入って、うんうん、また話しゃいいんですぐルームシェアの話をさ <laughs> したいんだったらさ、ええ、いやメインはそこをしたかったからその考え方皆さんにもそうやって生きてほしいという願いもこもってるんで。 いいんですけど楽しく喋れましたからね、もう来週からねこの時間帯のレギュラーが水溜まりボンドさんになるんでね、水溜まりボンドのレギュラー会に戻るんですけれども、これね、水溜まりボンド、水溜まりボンドさになるのいや、どうなんだろうね、有名だからもうさんにしおこうよ、それがよくないんだお前。 負け犬根性がね。いやいや、これさ。よくないんだよ。水溜りボンドさんファンも、聞いてくれてる可能性があるんだかってる分かってる別に。それいや、揉めたいわけじゃなくてちょっと聞いてくれって一回。どうしたのいいお前、その、水溜りボンドも大人気ですよ。もちろん。ツイッターフォロー135万。うん。で、y ー u t u b 登録者数400万人。400。もっといるらしいよ。400、何十万いるらしいよ。それのね、水溜りボンドの、 代わりに行ってしまえば我々はお笑いウィークということで特別に入れてもらってるだから本当ならばね本当ならば何も文句はなりませんよ水溜りボンドさんありがとうございますんですけれども水溜りボンド寛タ君の今日の「オールナイトニッポン」に関しての告知というかツイート見ましたか見てないでしょちょっと読み上げていいですか え、先週のラジオでもお話ししておりますが、水溜りボンド、うん、本日、オールナイト日本ゼロ、お休みです。はい、お気をつけてって書いてあます。<laughs> い,やいやいやいや。これは完全にカンタんヘイヘイカンタん <laughs> 完全に爆舐めされてますよ、これは、うん。お気をつけてって。お気をつけてってのが、よくわかりいい。われわれに、あのー、はい 日本放送までのの道りを気つけててっこと違いますよ。いやだとしたら、そのリプまあリプを送るのも変だけど、それはまあ全くつけてって。お気をつけてって、俺たち言ってるわけないだろ、皆さんお気をつけてって、なんかオズワルドっていうのが行くらしいんでそういう意味ですそんな違いますこれは。寒くなってきたんで、オズワルドさん、風邪などひかぬよう、お気をつけてってことですよそなんだからお前 だから、まあ、135万人とか400万人っていう言葉が、うん、騙されてる。はい。僕らの YouTube。1>, 1万3000人。1万3000人ですよ。はい、400倍。はい。400倍だから。関係ないんだよ、その400倍とかなんとかって。うん、そういうところばっか言ってから、まあ、お気をつけてとか言われちゃうの。いやいや、お気をつけて。水溜まりボンドに。それは単純にさ、その、聞いてる人が、 間違えて、僕ら出ないんで、その楽しみに朝ね、こんな時間まで起きてないでよっていうで。いこれもだからざっくり、う,ん、うん、その中でさっき言ったアムアムワールドのね、スタミナさんもね、うんうん、あのー、勝手にイチャモンつけてね、うん、あのー、トミーくん。 ボンドのトミー君とね大食い対決がしたいとざっくり言うとね先輩ななんで話題にっただからツイートしてトミー君俺は待ってるからっつって池袋駅前で待ってるからっつってスタッフ皆さんは12時間待ってるんだお前雨降ってる中トミー君まだかなって言いながら早食い対決したくてで来なかったトミー君その時その次の週 スタミナさん、うん、24時間待ってんのお前行 <laughs> ってやってよトミーくんいやおかしいってやってることがトミーくんさ <laughs> 俺今度スタミナさんとどっかの公園で24時間、うんえー、スタミナさんはトミーく、うん俺はカンタくんを待つから <laughs> 何を待って何を言うことがある <laughs> 話そうじゃないかカンタくんいつかまたちょっと俺の「n i p p o n やらして もらえたらいいね。ね,なんかねどうなんですかね。そうそうそう。来週からはもう、ひ回りボンドに返さなきゃいけないから、うん。そうですね。だからその、そのファンたちは、もう本当に、聞けなくてがっかりしてるかもしれないですけどね。じゃその400万人のうちの何人が今日の聞いてくれさっ、ねうん、もしかしたら、あの、聞いていただけてるかもしれないです。興味を持って。だそのためにも、うん、やっぱそういうのはあんま言わないほうがいい。 言わない言わないだからお前<今>だからお気をつけてとか言われるんだってお前お気をつけてってのはその体に気をつけてよっそ,そういうことなんで最初に梅干し食べちゃったら5分損するよとかだらまだそういうことに対して気をつけてって言ってもね、まあ、先輩としてねいやその別にそれを言ってるわけじゃないでしょかんたくんはかんたくんなってもまさか梅干し食うとは思ってないしねまさか、うん、<laughs> 分かってたんじゃないのだから私もかんたくんって呼んでるけどどうでしたか今日 いやもう楽しかったですよねだから途中でふと思ったのはうわ最高だなってめっちゃ分かるな途中でねもうキンキンだもんな俺あんまり口には出してないけど途中で思ったよだから家帰って誰か起きててくれないかなと思ってるよね今もう僕と爆飲みしちゃうもん家帰って多分朝5時だよ4時半か帰って5時ぐらいでしょ いや寝れないでしょ多分帰っていや,いや寝るよだって明日もですねライブもあるわけだ寝れないよこんなのお前 <laughs> 俺と日本に出てるんだからゼロゼロねゼロにもう全国で聞けますんでラジコとかそういうのでそうなんです聞けるんでもういろんな人にね教えてほしいですねそうなってますそうねもう批判だろうがもうよかったら批判はだから自分が言ってることになる自分に返ってくいんでいいのよ批判はちょっとやめてください言ってもいいですけど全部自分ですよとそうそうありがたいですから全部ね Twitter でもちょっと感想をガンガン上げてもらってエゴサーチの鬼ですから我々もめちゃめちゃエゴサーチさせてもらいますねはい というわけで、うん、そろそろ、本当にお別れの時間なんで、ね、大丈夫ですか言い残したことないですか終わりますよ。うん、終わります、はい、それではお聞きいただいた皆さんありがとうございました。はい、ここまでのお会いとは、小沢るの伊藤俊介と畑中優でした。それでは一旦やめさせてもらいます。